バラブリッジの戦いは1322年3月16日、イングランド王エドワード2世と反乱貴族の間、ヨーク北西のバラブリッジで戦われた戦闘。エドワード2世とランカスター博、トマスの対立の頂点であったこの戦闘は、ランカスター博の敗北と処刑に終わり、エドワード2世は、その後5年間王権の強化に成功した。この戦闘自体は、 スコットランド独立戦争と無関係だったが、イングランド人がスコットランド人との戦いで学んだ戦術を内戦に応用した形となっている。騎兵の代わりに不評とロング棒を重要視したことは、軍事戦術の発展の重要な一歩となった。エドワード2世は、父のエドワード1世とこのエドワード3世と比べて、弱く優柔不断であり、その知性は外政の失敗と内乱に彩られた。 多くの貴族が王と対立し、そのリーダー格がトマス・オブ・ランカスターであった。ランカスター博はエドワード二世のいとこであり、当時王に次いで国内で二番目に金持ちだった。貴族たちは1311年条例と呼ばれる規制で王権を制限しようとしたが、1310年代が終わる頃にはエドワード二世が王権を取り戻した。エドワード二世が ヒュール・ディスペンサーとその同盟の息子を調愛したことで、問題はさらに大きくなった。1319年、対スコットランド戦の敗戦で王,王とランカスター伯が決裂した。翌年、ランカスター伯は王が召集した議会への出席を拒否、同年王はローマ教皇ヨハネス22世に1311年条例が課した義務を免除された。この頃、 ウェールズ返境領では、ディスペンサーとヘレフォード博、ハンフリード・ブーンの間で、継承紛争が起きた。ランカスター博は1321年に、不平貴族の会議を2回開催した。3月に、自らの居城であった、ポンテフラクト城で、6月に、シェルバーンイコールインイコールエルで行われた会議には、イングランド北部の貴族及び、返境博。 そしてランカスター博の家臣たちが参加したが、北部の貴族は援助に消極的だった。辺境博の反乱と内戦の危機を前にして、エドワード二世はディスペンサーを追放したが、数週間後に呼び戻している。主導権を奪取したエドワード二世は北へ移動した。ランカスター博は11月にドンカスターで再び会議を開催、また、スコットランドをロバート一世と同盟した。 1322年1月、エドワード2世がセバーン川を渡って、辺境白数人を降伏させたが、ランカスター白側に目立った動きはなかった。バートンブリッジの戦いを経て王軍がトレント川を越えると、ランカスター白は北へ逃走した。3月16日、ランカスター軍は湯赤藩のバラブリッジに着き、そこで、ランカスター白のヒショルバート・デ・ホランドが、 ランカシャーで召集した軍と合流しようとした。そこにアンドリュー・ハークレーの王軍が駆けつけた。ハークレーはスコットランドとの戦争を経歴した歴戦の軍人であり、彼はカンバーランドやウエストモーランドで軍隊を重募した。バラブリッジの一ランカスター博がバラブリッジの町に到着した時、ハークレーはすでに都会用の橋を占拠していた。 反乱軍が700人程度の騎士や武装した者しかいないのに対し、王軍には約4000人の兵士がいた。ランカスター博は最初に交渉しようとしたが、ハーグレイに拒否された。他に、とかできる現実味のある方法もなく、さらに王軍が南から迫っていたので、反乱軍には戦うという選択肢しかなかった。戦闘自体は短く一方的なものであった。 ハークレーは不評を使って橋を北から占拠した。近くの荒い越しにも一軍を置いたが、当時の記録ではこの荒い越しの場所を記録していない。槍兵はシルトロン陣形を取っていたが、これはスコットランドとの戦争で学んだ戦術だった。この陣形の大気兵戦術としての効果が戦いで証明された。反乱軍は二つの渋滞に分かれた。一つは、 ヘレフォード博とロジャード・クリフォードが率いる不評で橋に向かって進撃し、もう一つはランカスター博率いる騎兵で荒い腰を渡ろうとした。年代記のブルートによる画像付きの説明では、ヘレフォード博が橋を渡っているとき、橋の下に隠れている槍兵が槍を上につき、槍がヘレフォードの肛門を貫いた結果彼は死亡した。クリフォードも重傷を負い、渋滞は混乱に陥った。 ランカスター博の渋滞も、急兵の激しい射撃により荒い腰につく前に、撤退を余儀なくされた。この戦闘は、大気兵戦術として、ロング棒を使用した、戦闘の中では早期であり、後のイングランドの軍事的成功に大きく貢献した。ランカスター博は、ハークレイと停戦を協議し、街へ撤退した。ハークレイは、停戦を守って追撃しなかったが、 多くの反乱軍はその夜逃亡した。次の朝、ヨークシャー州長官のサーサイモン・ウォードが増援を連れて、南から現れた。軍の規模を大きく上回られ、撤退も不可能だったランカスター博は、ハーグレイに降伏した。戦場近くのアルドバラにあるバラブリッジの戦いの、記念像ランカスター博はすでに王の手に落ちた、ポンテフラクト城に連れて行かれ、見せしめの裁判の後、 貴族の集まりの前で死刑を宣告された。1322年3月22日、ランカスター博は城から引きずり出され、ヤジを飛ばしている群衆の前で斬首された。その後、彼を殉教者か聖人と見る人々が現れたが、ランカスター博は生前特段経験だった様子はなく、この動きはエドワード2世に対する不満の反動と見られる。 約30人のランカスター白支持者も処刑され、中には、クリフォードやモーブレー男爵も含まれていた。アンドリュー・ハークレイはその忠誠と戦いぶりを評価され、3月15日にカーライル白爵に除され、毎年千マルクの収入を得られる領地を得た。しかし、ハークレイは、ランカスターの反乱軍には加担しなかったが、王への忠誠が揺るがないものでもなかった。 スコットランド辺狂地域長官でもあった、彼は王の優柔不断さに痺れを切らし、スコットランド人と平和条約を締結した。この行動は反逆罪に当たるとされ、彼は1323年の初めに首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑で処刑された。戦後、エドワード2世の2人のディスペンサーへの依存が増し、2人はさらに戦後に振る舞った。ロバート・デ・ホーランド。 ロジャー・モーティマー、ウィリアム・トゥルッセルなど処刑されなかったランカスター博の支持者は、工場的に身に覚えのない罪を起され、囚われ、領地をディスペンサーに取り上げられた。モーティマーとトゥルッセルは、パリに亡命して、エドワード二世の別居中の妻イザベーラ・オブ・フランスと合流した。イザベラは後に、モーティマーの愛人になる。1327年、イザベラとモーティマーはクーデターを起こし、 エドワード2世を追放してその子のエドワード3世を即位させた。ありがとうございます。